やば、久しぶりにこんな携帯落ちるみたいなことが起きました。今どういうこと、壊れすぎじゃない携帯。今日しかもずっと充電してるのにずっと充電がたまらないの。壊れてるよね完全に。困ったな、困ったなね。そろそろだよね、結構そろそろ替え時かなといったところですね。変な人が来たからだねって書いてある。どういうこと？福岡に旅行に来てる。わあ。福岡ツアーと握手会以外で行ったことない。再起動はたまにしてますよ、ちゃんと。みや姫、このやつ、いつもこの時間に配信するから寝不足になる。ごめん。ごめんやよ。絶対そうなると思う。私のこと追っかけてたら寝不足になるのはめっちゃわかる。キャスターやつさ、めっちゃ髪の毛色落ちしたくない？なんか今日生写真、生写真じゃないわ、グッズが、なんか骨格心拍数のグッズが出るらしくて、今日出てたんで画像が、それのなんかいろいろ画像とか漁ってたら髪の毛紫すぎてびっくりみたいな。そこからはだいぶ色が落ちたなって。ごめん、なんかそんなだいぶ寒くなる。ごめんなさい。みんな仮眠は取れない？仮眠を取る時間はないか。そう、ないか、ないよな。自分も今日は早く寝たいのであんまり長くやらない。じゃあもう早急に、早急に TikTok ライブ行くのはどう？一旦ショールームは通知がちゃんと行くんだよね。だから最初にやりたいのはめっちゃあるんだよね。昼間猛烈に眠たくなる時ある。でもさ、人間誰しもそうだよ。昨日ありがとう、伝えられなかったから今伝える。ありがとう、公演だったね。そうだよね。ちょっと早急に TikTok ライブ行かない？今日は早く寝ようキャンペーンする。そうしようよ。配信時間短くなっちゃうけど、じゃあもう今秒でもうすぐ TikTok ライブ行っていいですか？大丈夫そう？そもそもまだショールームにも来てないみたいな人はいない？いるかもしれないけど。じゃあ TikTok ライブ行きます。ショールーム、マジでこんな早く終わるショールーム初めてじゃない？史上初かも。待ってます。ありがとう、 TikTok ライブ行きます。